はい、どうも、秘密結社ヒガム総帥ハッチでございます。不法です。いや、もうね、たまたまツイッター見てたらね、こうやって動画撮ろうかなっていうタイミングでね、いや、ニュースが流れてきちゃったんで、まあ毎回こうやって撮れるかっていうとそうじゃないんだけれども、まあタイミングなんでね、動画と緊急で撮っちゃおうと思ったのが、デュラメンテがなくなりました。キングカメハメハ3駆の2冠馬、期待の種牡馬ですね。いや、5世代残しての脂肪ってことでね、まあそんなに、なんていうか、まあ3区がいっぱい残ってるからなんとかなってほしいなっていうとかね、そういうところではあるんだけどね、急な知らせ、急性大腸炎だったそうです。いや、この季節、7月8月の社大ファームは2、3年のよね、なんだけれども、まあまさかね、このタイミングで、あ、まあもう9月になったか、このね、8月9月ぐらいのノーザンファームさん、毎年ね、こういうニュース流れてくるんだけれども、まあそれにしてもショックだわ。ダービーもね、見に行ったしね、ダービーで、この年はね、ちょうどね、あの POG 仲間、地元の POG 5人でやっててね、毎年、まあうち4人がね、まあ競馬場よく行くタイプ、競馬場よく行くし野球も見るしみたいなタイプなんだけれども、その4人全員揃ったのがね、この年が最初で最後だったから、まあそれぞれね、いろんな組み合わせで見に行くんだけれども、全員行けたのは最初で最後の年だったかな。でもちろんね、ドゥラメンテ指名してた人もいてみたいな形で、まあ盛り上がったのがね、非常に一番思い出深いダービーの一つ、まあダービーはね、自分の指名した馬が勝った年も思い出深いし、まあそうやってみんなで行ったっていう意味でも思い出深い年もあるし、全部の年が思い出深いんだけれども、うん、この年はそう、地元のね、だから同級生っていうかね、地元のあの POG 仲間の同い年のやつが一人と、まあ同級生でね、あのいて、で先輩が2人、またこの先輩も同級生同士だったりするんだけども、そんな感じでね、あの4人で見に行って、先輩の1人の指名馬だったんだよね、勝って祝杯じゃあ言うてね、そのまあレースの後ラーメンをおごらしたんだよね。もうあれはおごらしたですよ。祝杯でもういいじゃない、もう祝杯っすよって言って、うん、まあもちろんね、思い出のある血統でエアグルーヴの品系だしね、まあ種牡馬としても期待してたし、まだ出資できてなかったしね、ドゥラメンテの子に、うん、そう考えると、まあ本当に急な話で、思い出もね、皐月賞の強い勝ち方もそうだし、ダービーはね、もう人気しょって、もうその通り勝ちますよって感じで勝ってね、うん、まあその後なかなか歯がゆかったのも事実だしね、活躍できたかどうかで言えば、まあダービーをウィナーズサークル前で見てね、もう、盛り上がったよね、あの年のダービーも晴れてたし、まあこれ、あの動画ね、緊急で撮って、こんだけ詰まっているにもかかわらず、まあ編集も入れずに、とりあえずそのダービーのウィニングランのドゥラメンテの写真だけね、これ入れて出そうと思ってんだけども、いや、ほんと急な話で驚きました、うん、まあだから地元のね、そういう競馬仲間と行ってっていう思い出もある馬だし、期待もしてたし、牡馬だしね、ほんと残念なんだけれども、ほんと皐月賞のね、あの末脚というか、あそこで抜け出してきたデムロだっけ、腕もねすごかったし、そこに応えたあの足も本当に、いや、これは化け物やろって思ったしね、ダービーなんかは勝って当たり前っていうか、4人で行ったけど、POG で、ね、指名してた先輩のテンションだけ1人、まあおかしくてっていうか、その4人の中でもね、やけにハイテンションで、その通りになってね、もう、いや、ご祝儀しすよ、祝杯すよ、ここでおごらなくていつおごるんですかみたいな感じでラーメンをおごってもらって、いやー、懐かしいな。もう6年前、コロナでね、もう競馬場も簡単に行けなくなっちゃったし、あれだけれども、本当それが昨日のように思い出されるぐらい、まだ一昔ってほど経ってないもんね、うん、
本当に急な話だったんで、もうこうやって思いの丈を動画にしとくしかないなって感じで、取り留めもなくというか同じ話しかしてなくなっちゃいましたけどね。一口買うか。とはいえキャロットでね、申し込み通るかどうかからあれですけど、申し込もうかな。うん、それぐらいしかないかな。以上、ハッチでした。